Good morning, sir! Bapak, push up position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Good morning, sir! はい、ではこれをもちまして、ギルバート・アギナワさんの、面接インタビューを開始します。よろしくお願いいたします。Okay, Gilbert, please introduce yourself. まず自己紹介からですね。こんにちは、はじめまして。私はアギナワ・ギルバートと申します。バートと呼んでください。25歳で独身です。生年月日は1997年の6月の1日です。フィリピンのパリンガのピノッポクというところから生まれました。家族構成は母と姉が5人と兄や4人と私です。家族は全部で10人です。私の趣味はバスケットボールをしたり、卓球をしたり、バドミントンをしたりすることです。私はアーチビルダーズという会社でオールアラウンドコンストラクションとして3年間ぐらい働いたことがあります。日本へ行く目的は日本で働きたくてお金を貯めたくて貧困な状態から家族を連れたいと思ってあります。そして日本探検したいです。わからないことがたくさんあると思いますけど先輩頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、では自己紹介とですね、日本に行く動機を話してくれましたので、続きましてですね、3年間、日本、採用されましたら3年間、日本に行くことに対して、本当に家族と話し合っているのか、問題ないのかどうかっていうところをヒアリングしていきます。Okay, so the question is, if you get selected, you will be separated from your family a minimum of 3 years. Are you okay with that? はい、大丈夫です。Why do you say you're okay with that? Because pinag-usapan namin ng pamilya ko na hindi ako babae sa pinag-usapan namin.3年間ですね、日本に行くことに対して、契約を満了することに対して、できるとおっしゃっております。理由としましては、家族がですね、家族に、3年間行って、自分の目標、夢を達成することを約束していますので、その約束を、全うできるまでは、ことを優先して日本に行って頑張れるそうです。OK? Next question.次ってですね、フィリピンにもすでに、来てる実習生などとかいた場合、またこれからですね、
お世話になる日本人スタッフに対してしっかり、指示などとか仰げるかどうかっていうところ、それについてヒアリングをしていきます。Okay, so the question is, once you go to Japan and you start working, can you work well with other Filipinos if there is, or other Japanese employees that may be younger than you? Do you think you can handle being friendly with them?はい、大丈夫です。ako na lang po yung mag-adjust para sa mga senpai ko. はい、できるそうですね。自分から、相手に合わせることができるので問題ないとのことです。で、続きましてですね、日本に来たら会話などとか、日本語ですね、仕事しながらどのように日本語の、日本語力を向上させるか。Okay, so let's say you go to Japan, how is it that you will continue to self-study your Japanese, to improve your Japanese? What will you do? I want to cooperate to... sa mga senpai ko para magpapaturo ko sa kanila and I want toself review in the evening pagkatapos ang trabaho. Okay, thank you. はい、日本語の向上ですね。まず先輩や他のスタッフなどとかにですね、お話を伺って、日本語を話す、使う機会を、増やしたいとのことです。また、仕事終わった後にですね、実習などとか復習、こちらで持っている教材などとかを復習して、日本語力を向上させたいとのことです。Okay, last. What can you appeal about yourself? What can you tell us about yourself? Give me a second. はい、最後にですね、自分についてどのように何かアピールポイントなどないか聞いていきます。I'm strong people and I am fast learner and never give up for the work self. Okay, thank you very much. 彼の自己アピールですね。自分は体力があって物覚えが早いとのことです。また、諦めない精神を持っているので、持っているとのことです。Okay, let's say thank you. どうもありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。